ということで、目余ったんで焼きます。はい。うわ、危ない危ない。から、ちょっと、から焼きって言って、まあでも濡らしてあるけど、から焼き一番まずいんで。うわ、たえ。これ油っすね。多くね。あ、フライ揚げ焼きみたいなもんかな。これ IH と違ってさ、話してもさ。おぉ、ちょっと待って、これさ、めっちゃ不安定じゃない。なんか誰か常に押さえてるってさ、死ぬくねこれ。うわ、やーい。いやいやいや、いけるいけるいける。あー、うわ、いや、危ない、危ない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 、あっつっ、危ない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 。じゃあ、そばさん、お願いします。はい、うわーやばいやばい。よし、お願いされます。超超弱火にしたんで、え、こんぐらい、こんぐらいいきます。そう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 、はい、そう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 、あー、どんどん追加しちゃってください。いいっすか。いいっすよ。うわ、全然まずいっすね。なあ、フジコじゃない、俺働いてんだけど。いやいやいや。ルパン三世。あ、すげえいい匂いする。これがごま油の力。すげえね。やばいね、中国の料理台みたいな。あの、あと1回分ぐらいは油あるから、常温保存。3回3つ入る。あ、爆音3つ入る、やめろ。爆音3つ入る。うわっ、うわっ、うまそう、うまそう。あ、もういいね、裏側いいね。味付けがナイアガラの。あー、落とし豚。あー、なるほどね。これ押さえつけて焼くっていうね。そう、これ結構うまそうにできるじゃん。あ、いいね、それ。おぉ、カテンカテン。おぉ、うまそう、うまそう、すげえ。やべ。やべやべ、これうまそう、うまそう。いや、圧倒的勝利の量が足りない。裏返しましたね、今。納豆のタレ。納豆タレ入れる、入れる。うわ、やべえな。いや、醤油がないんだもん。はい、納豆のタレ、だし。めっちゃいい匂いする。分ける？分けますね。これでいいですか？分けますね。巻きない。じゃあ俺もう箸なしで食う。こうやって。おー、これ鶏、鶏箸、あ、鶏箸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 は光水自然ですね。ダメっすね、その鶏箸危ないっすね。鶏箸。おー、固まってんね。おー、鎌立ってる。お、安定。分けちゃおう、おツリーバス、ツリーバス、これいいか。お、あんまりいいっすよね、これいいっすね。あ、すごいな、それあんまりだ。というわけで、これごま油。それで焼きました。こんな感じでね、あれ、屋台の焼きそば。そうそうそう、あとでちゃんとこの辺拭いかなきゃ。気になるお味はいかがに。じゃあ食いましょう。いただきます。いただきます。いただきます。おっ、うまいんだけど、やっぱりね、
薄い味が。あ、でもうめえな。ちょっと溶けた、このボソボソ感がうまい。あ、うまいな。うまい。お、え、うまいけど、うまい、ね、これ、ちょっと硬いところがうまいよね。うん、うん、パリパリしてる。すごい、ペヤングがこんなに、そう、こんなにもね、進化を遂げるなんて。ただ焼いて味付けだ。なんか、ペヤングじゃないみたいだよね、もともと。これみんなもね、やったほうがいいよ。うん、これうめえわ。何、アナゴのタレ、ちょっとアナゴのタレ、ちょっとなんかみんなでちょっとずつ。 あ、これ重要だから、ちょっとアナゴのタレまた今度、あ、また今度の機会にこれを つけると。うん。これでもうまいな。うん、ちょっと軽く味付けただけなので結構うまい。いや、なんかね、普通にうめえ。いや、俺ら、やべえ。普通に、あの、え、なんか母仕事を、母仕事、母仕事。いや、すごくね、なんか食いました。お、うまいです、これ。焼きそばにコーヒーはダメー。危ない危ない。うわ、うまそう。全然、どうぞ飲んじゃってください。上の目、ポケベルですね。いやあの、僕たち結構ね、今、一回ドカンと飲みた時期があって、うん、そっから継続して、あの、ペース上げてっていけてるんで、あの、皆さん応援よろしくお願いします。そうだね、そうですね。まあ、ヘタレだけどよろしくお願いしますってまあ、穴子のタレね、もう効いてるんで見せてるだけじゃねえか。ご覧のスポンサーだから。ご覧のスポンサー、どこの会社。あ、ご覧のスポンサー。ああ、ご覧のスポンサープロモーションを作ります。まあ、あの、ただ余った麺をね、焼いてくるだけの動画でした。というわけで、皆さん、じゃあな。じゃあな。